生きていくあなたへ。もしも「お前が枯れ葉って何の役に立つの?」って聞いたなら、私は答えるだろう。病んだ土を肥やすんだと。お前は聞く。冬はなぜ必要なの？すると私は答えるだろう。新しい葉を生み出すためさ。お前は聞く。葉っぱはなんであんなに緑なの？そこで私は答える。こんな絵があるの。3つも。なぜって、奴らは命の力にあふれているからだ。お前はまた聞く。夏が終わらなきゃいけないわけは？私は答える。葉っぱどもがみんな死んでいけるようにさ。あの子、自分で歩くの。お前は最後に聞く。隣のあの子はどこに行ったの？すると私は答えるだろう。好きよ、さくちゃん。もう見えないよ。なぜならお前の中にいるからさ。お前の足はあの子の足だ。走りたいな、アキ。追いつけない速度で去っていくアキを、僕はもう捕まえることはできない。生きている限り、君と僕とは遠くなるばかりだろう。だけど僕は走ることをやめない。走り続ける僕たちの足跡は君がいた証だから。走り終わったその時に君に笑って会えるだろう。お母さん行ってきます。弁当忘れてれるよ。アキ俺と女と夢島だけは行くなよ。びっくりした。したよ。夜空に消えてく星の声